ラジオネーム太郎の松江さんからいただきましたあり,ありがとうございますあおちゃんココちゃんこんにちはこんにちは,こんにちは先日平均年齢高めな僕の職場に若い女の子が入ってきましたうん。しかもその女の子<ん>お胸がとても大きいのです あ待ってください真面目な相談なんです嫉妬でメールを切り裂くのはやめてください <laughs> 僕は高校時代に友人ができないほどの大の人見知りでしたが努力をに努力を重ねて克服しましたしかしいまだに人の目を見て喋れず話す時はどうしても目線が下がりますしかしその子と話す時目線を下げるとそこにあるのは大きなおっぱい僕は哀れなシャイボーイなのにこのままでは変態と思われてしまいます お二人は会話するときに自分のおっぱいに向かって喋りかけてくる男性をどう思いますか <laughs> またお二人は話をするときいつも相手の目を見ていますか普通の人はみんなそうなのでしょうか普通はそうです <laughs> 私はいろんなとこで言ってるけどちゃんと目を見て話すようん <laughs> 真面目な… <laughs> 真面目に相談してるんだもんね破かないでってこい真面目にだもんね ハ <laughs> ぶ,ぶってハハ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 ハそっかいやでもいや目を見て喋りたいんだもんねこの人は、うん、別におっぱいを見てずっと喋ってたいわけじゃないんですよ <laughs> ちゃんと目を見て喋りたいっていう気持ちはあるんですよ、うん、だからうんどうしたらいいんだろうねでもシャイなのってでも可愛いと思うけどな 解決うんでもね何から始めたらいいんだろうなんか確かに眉間の辺りを見てみるとかさ <laughs> あいいと思うよ目,目,目線を上に上げるとりあえず頬のほ,ほっぺたと,のうん、うん、とかとあの目のちょっと上、うん、おでこの辺りを見てみるとか、うん、そういうとこから始めたらいいんじゃないかな、うん、そうねあんまりやっぱねそう下を見るとさおこの人やらしい目で見てるって思うから、うん、だそうです <laughs> 全然刺さってないもう いい,い,い,いいじゃないかまあ、克服できるように応援はしているよ真面目だと本当に真面目に言ってるんだもんね僕は君を信じてるからね私は信じてないからね <laughs>